暗い、おいしそう。ダブルキル行きたかったんだけど、反射。オッケー、ダブル。もう一体、もう一体、カモン。はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回は、コールオブデューティーブラックオプス4、早速実況プレイやっていきたいんですけども、今回紹介する銃というか、ランチャーなんですが、過去作で一番ね、カスタマイズができるランチャーということで、ちょっとまあ今回はそこにね、ピックアップして紹介の方やっていきたいんですけども、まずこのランチャーの読み方がちょっと変わってて、まあ、サル英語なんですが、ヘリアンサルボって呼ぶらしいんですよ。で、意味が、サルボで正射。まあ、一斉発射の正を使って、まあ、正射って言うんですけども、その正射。で、ヘリアンが乱暴で手に負えない。人間のクズ。まあ、そういった意味らしく、人間のクズ正射ってなんかこう、響きとんでもないなって感じなんですけども、まあ、ニュアンス的にはまあ、防空発射体みたいな、まあ、そんな感じですかね。とりあえずそういうどうでもいいことは置いておいて、こちら、アタッチメントが4つほどありまして、まあ、一つ一つ紹介していくと、まずサイトにファストロック。まあ、サイトではないんですが、まあ、ロックオンを早くできると。まあ、対空するのであれば結構必須ですよね。ロケットキャッシュ。追加で2つのロケットを持ち運べる。まあ、本当にもう対空ガチ勢は多分持ってくるイメージなのかな。そしてファストローダー。まあ、これはまんまでリロードを早くするって形なんですけども。まあ、普通にこの銃を使ってキルをする際は結構必須になってきますね。やっぱりどの作品もそうなんですけど、基本的にまあ、反射が多めな。ランチャーゲームですので、まあ、ファストローダーがあると、まあ、一発反射でも二発目ね、しっかりと持っていきやすくなるということで、まあ、割とこれは必須アイテムなのかなと、まあ、縛る際は。で、ちょっとまだアンロックできてないんですけど、こちら、ハイエクスプロージョン。みんな大好き、エクスプロージョンですよ。いやー、メグミンが出てきたんですけども、このネタ、小鉄兄貴が使ってるんで、ちょっとま、今回は割愛しますね。全く被そうとは思わないんだけど、どうしてもちょっとなんか頭の片隅に出てくるよね。暗めの動画なんで、まあ、ぜひ皆さん見てください。まあ、ランチャー本来の使い方をね、一回ちょっとま、皆さんに紹介しておいて、まあ、これがね、正しい使い方だというふうに、ちょっとまあ、動画の冒頭でね、説明していこうかなと思います。はい、ということで、毎日ね、こういった FPS 系の動画上げておりますので、よろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、早速、グリッドロックのキルコンファームドをやっていきたいと思います。あんまり動画で使わないバッテリー先輩使っていきましょうか。まあ、今回ちょっと爆発コラボということで、まあ、純粋にバッテリー強いんですけど、やっぱりこの初心者に残してあげたい感はあるんですよね。誰でも使って無双できるのがバッテリーだと思ってるんですよ。本当にもうほとんどエイムいらないですし、やっぱりこうフラグ感覚で投げれるクラスターグレネードがあるんで、メッシュマインなんかよりも全然初心者扱いやすいと思うんで、基本的にはバッテリーは、野良に任せてる感じなんですけども、いや、負けるんかい。本当にまあ、バッテリーってブラン中のブランですから。ね。よいしょ。いるね。ほっ。オッケー。そっちから来んの？めっちゃ来るやんけー。いや、奥いるんだよな、これ。こんにちは。手前カットする。で、二人目も、ダブルキルさせていただいて、一回ちょっと回復で下がりながら。どうしようかな。待って、後ろ！顔出せ。いや、二人いる！待ってー！味方ナイスカバー！ありがとうございます。まだいるよ、それ。大丈夫？待って、こっちも来てんな。ほっ。ヘッドショットじゃないわ。危ない。奥いる、奥いる。いや、これぞ ICR エイム。まだ弾がない、弾がない、弾も回復もない。勘弁してくれ、メンス。一回回復。さあ、この11発で、かけるかける。いいね、ナイスカット。よいしょ。殴る。いやー、さすがに無理か。さあさあ、ライトニングストライク出たんですけども、どうしようかな。かよ。ヘルストーム。奥いるね。ナイスカット。で、後ろいるんだけど、こういうちょっと見えない角度からの射撃。ナイスカット。いいね、ヘルストームレベル5。ほっ。一発当てた。で、こういう激露。まあ、ああいうちょっとなんて言うんだろう。角度が若干ついてるようなところで使うと結構ね、当たりますよね。これ美味しそう。はっぱー。4枚抜き。さあさあ、後ろからしっかりとハイオール混沌させていただきながら。よいしょ。いいね、直当て。いいよ。ほっ。後ろいるね。さあ、こういう時こそ、大マシン。もうこんなん使ったら誰でもキルできますからね。こんにちは。こんにちは。あれ当たんない。ほっ。ほっ。え？待って、そういうフラグ回収いらないよ。それちょっとダサいよ。ほっ。反証。ちょっと待って。下手すぎない？ちょっと大マシン。勘弁してくださいよ。後ろから殴る。で、かかってこーい。来ないか？待って、後ろー。こういう時にちょっと一回破壊させていただきながら、ファストリロードで。待って、どこいいの君。ほっ。直当て。いやー、惜しいか。クラスター奥に投げて。手前から来てるんで、1キルする。すかさずそこに、ランチャー。いいね。やっぱサブ武器としても優秀。さあさあ一回リロード。かまして。オキいるね。ほっ！反射。多分普通にランチャー縛り強いと思うんだよな。待って、来てる。危な！いい反応。敵結構裏取り来るんで、ちょっと裏から進行しましょうか。さあちょっと裏からランチャーでーす。暗い！美味しそう！ダブルキル行きたかったんだけど、反射。オッケー、ダブル。
もう一体、もう一体、カモン。オッケー、いいね。3枚抜き。で、手前いるんで、こいつもカットしながら、左。いやー、いい反応。回復一回入れて、投げ物センターに、テイト。いやー、なんか来やがった、こいつ。あれちょっと臭いな。手前いるね。ナイスカット。ほっ。いる。反射。まあ、こうなってくると多分反射ですよね。いる。オッケー、1キル。からのダブルキル目。オッケー。ウォーマシン使って。挽回ウォーマシン。もうこっからもバチ。全言撤回。バッテリーは難しい。いや、バッテリーってほんと使いやすいと思うんですよ。だって9番って投げてからこうヒットしてからが重要じゃないですか。バッテリーってとりあえず投げておけば殺せるじゃないですか。ウォーマシンもそうじゃないですか。こうエイムしなくてもポン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 撃っておけばキルできるじゃないですか。だからまあ、バッテリーは初心者向けなはずなんだけど、なんでなんですかね。はい。ということで、はい。ちょっとフルカスタマイズされたランチャー使っていきたいと思います。さあさあ、ではジャングルのチームデスマッチやっていきましょう。リベンジバッテリーいきます。で、使っていくカスタムがこちら、ロケットキャッシュ、ファストローダー、ハイエクスプロージョン。で、ちょっとまあ、斎藤のその、なんて言うんだろう、ファストロックっていうのかな？まあ、あれに関しては対空なんで、まあ、今回ちょっと外して、やっていくということで。まあ、そうですね、ちょっとハイエクスプロージョン初めて使うんですけど、他の人の動画見てると、結構まあ、反射なく持っていけてたんで、まあ、多分そこそこ使えると思うんですけども、果たしてどうなんでしょうか。いや、楽しみですね。エクスプロージョン！このスバ、映画化おめでとうございます。いや、楽しみだな、このスバ。早くこのスバの映画見に行きたいぞ。漫画持ってるんですけど、原作を読んでなくて、アニメと漫画中なんですけども、ま、めぐみはもちろんのこと、アクア様もめちゃめちゃ大好き。アクア様の照れてる感じじゃないわ。天然な感じ。なんかちょっと違うヒロインだよね、あれは。よいしょ、いいね。全くランチャーを使っていない。使うタイミング難しいな、ランチャーって。ウィールね。くれ！バビロン！反射。まあ、ちょっとやっぱ距離あると反射多そうですよね。力は来ない。手前大丈夫。これちょっとこっちから回っていこっか。頼むよ。こっち振り向くなよ、お前。死んでるパターンか。じゃあこれはちょっと上から見下ろす感じで。いきます。オッケー！いつける。からの手前いる。そこです！反射！反射の敵は AR で持っていく。まあ、最初から AR で持っていっときよって話なんですけど。よいしょ！オッケー！ナイス！いつける。ダブルキル目！あー、無理か。まあ、弾落ちするんで若干ちょっと高低差じゃないわ。高さつけてあげないと難しい感じかな。あ、奥いるね。そういうところに、これですよ。クラスターグレネード。しっかりと投げ、来るね。ほっ !RC と一緒に破壊したいよ。あっち行ったか。手前いる。いやー無理か。とりあえず手前は AR でカットしていきたいんだけど。手前いるね。ほっ反射難しいな。けどまあ普通にあれだよね。反射率は減ったよね。中距離とかでも全然ね、爆発範囲狭くても持っていけてるんで。そういったところ、優秀なのかな。それ反射は辛くない？お、大丈夫それ。来る！よいしょ！オッケー！いいね。さあ、ちょっとウォーマシン使っていきましょう。いるね、そこ。こんにちは。オッケー、1キル。で、後ろいるんだけど、ちょっとそれ、どうしようかな。ほっ！よいしょ！ 1 キル。手前いる。ほっ！ランチャー、反射！味方、カバー、ナイス。いいね。来てんね。よいしょ。ランチャーで持っていって、まだ奥いるんで、しっかりと反射狙う。で、手前いるんだけど、うわー無理か。ランチャー反射だらけなんだけど、まあ、しっかりと味方がカバーしてくれるのであれば、全然、あり。オッケー。で、クラスターでそこ牽制しながら、待ってしつこいな、お前。オッケー。ん？どこ？いた。そこです。反射。よいしょ！オッケー。いいね。リロード早いとめちゃめちゃいいね。手前いるな。こんにちは。1キルする。いるね、手前。ナイスカット？からの、ちょっと多分村側で展開してると思うんで、待って、シーカーマインまずいですよ。待って、これはですね。よいしょ！オッケー、シーカーマイン壊す。多分その上いるんで。よいしょ！ええ！木の枝！木の枝邪魔よ、それ。木の枝！大丈夫、それ。ほっ。全く当たってないんだけど。いるんだよな、そこの室内。暗い！手前いる。まずは1キルさせていただきながら、右いる。右のこの激露、ナイスカット、味方。手前いるね。ほっ、上から撃ち落とす。それ当たってないの？当たり判定すらさっきの出なかったんだけど、どういうこと？反射ちょっと辛くなってきた。めっちゃいるんで。よいしょ！ランチャー1キル。一回回復入れて。ウォーマシンも使っていきましょい。手前いる。ほよいしょ。ウォーマシンキル。頼む。頼む。オッケー。ダブルキル。多分後ろリスポーンしてくるんで。しっかりと。よいしょ！ランチャーキル。ファストリロード。これがフルカスタマイズの力ですよ、皆さん。普通に AR で定点した方が早い気がする。まあまあ、サブ武器としてはまあまあ、ありっちゃありですよね。
これどうだろうな。まあ一発目の試合だったんで、ぶっちゃけまあ今回だけかもしんないんだけど、ちょっとまあハイエクスプロージョンつけなくてもよかった感はありますね。はい、ということで毎日ねこういった動画上げておりますので、よろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。